おぎやはぎ、こぎが、厚労省23人委員会に、やってることがチンピラ。31日放送のフジテレビ系、バイキングモアでは、厚労省の職員23人が、深夜まで飲食店で、送別会を行っていた問題を議論した。9時半くらいまでに終了したかったという、飲食店側の意向に反して、後から職員が参加して、店が対応せざるを得なかったという状況だったということを受け、お笑いコンビのおぎやはぎ、小木博明、49、は、これ流行ってることが、チンピラと一緒。後から人が入ってきて、お店が断れないっていうね。官僚は、チンピラみたいだなとなどと言い放った。これには、MC の坂上忍は、官僚をチンピラに例えたのは初めてと苦笑した。